ユニクロ GU コラボ総括。さあというわけでですね、ユニクロと GU この秋冬コラボ本当多かったですね。そんなコラボですけれども、今日は全部まとめて総括しちゃおうというものになっております。ユニクロ C、ユニクロ U、 JW アンダーソンコラボ、ホワイトマウンテニアリングコラボ、 GU アンダーカバー、このラインナップなかなか多かったですね。全て洗いざらい話していこうと思います。そして今からでも購入できるおすすめアイテムも合わせて紹介していこうと思いますので、見逃しているという方もですね、この動画だけ見とけば大丈夫です。今からでも遅くありませんね。ユニクロ C 相当良かったらしい、ユニクロ U 今回良かったみたい、 GU アンダーカバーメルカリで値上がりしてるみたい、あー見とけばよかったなと思ってる人多いと思うんですけれども、この動画を見ればまだ間に合います。今からでも買えるおすすめアイテムから総評を語っていきますので、最後までぜひご覧になってみてください。その前に、私毎週日曜日、自分のオリジナルアイテム MB アイテムの新作を日曜日の夜9時から毎回必ず発売しております。毎週必ずですね。フランスの有名タンナー、レザーのアノネイ社のものを使った革靴だったりとか、イタリアのモードの頂点のレザーですね、グイディ社のレザーを使ったブーツだったりとか、コットンの最高峰ですね、シーアイランドコットン、ウールの最高峰と言われる美州地方のウールなどなど、あとはナイロンの頂点、リモンタナイロンだとかね、そういった世界最高峰のファブリックを使って可能な限り手頃な価格でやってるのが MB アイテムでございます。本当にハイブランドとかラグジュアリーと1ミリも変わらない同じ素材で展開しております。もちろんデザインはそういったブランドと比べるとシンプルになりがちなんですけれども、まあ日本人、保守的な着こなしが多い日本人からすると、ちょうど着やすくていいんじゃないかなと個人的には思っております。よかったら概要欄の方、服好きほど見てみると腰を抜かすような安さだと思います。 MB アイテムのリンク、概要欄にありますので、よかったら MB アイテムストア見るだけ見てください。よろしくお願いします。それでは本編いきましょう。まずはユニクロ C、 クレアホワイトケラーさんっていう、まあクロエとかを経験されている方がディレクターに迎えたユニクロ C でございます。このクレアホワイトケラーさんは今後ユニクロのインラインのディレクターとして就任することも発表されました。まあ相当柳井さんお気に入りなんでしょうね。まあ、クレアホワイトケラーさんはレディースだとまあ知ってる人は知ってるんでしょうけど、メンズだとほとんど知られてないデザイナーさんなんじゃないかなというふうに思います。特に日本での知名度は皆無だと思いますけれども、そんなクレアホワイトケラーさん、どんなコレクションをしたか、まあ、ユニクロ C って去年からやってたんですけど、今年初めてメンズのラインナップが発表されたんですね。それもあって人気が集約したという感じがありますけれども、感想として、総評としては、まあ良かったなっていうふうに僕は思っています。まあ偉そうですけども、本当に勝手な感想を言わせてもらうと、まあ良かったんじゃないかなというふうにすごく思っています。ユニクロ U とか JW アンダーソンとかと違って、ユニクロ C に関しては正直既存ユニクロの進化版っていう感じですね。まあユニクロU とかって全然既存のユニクロでは見られないようなアイテムだったり、デザインだったり、素材だったり、 JW アンダーソンもその気が強いと思うんですけど、まあそれだからこそコラボの意義があるんじゃないかなとも思うんですけれども、ユニクロ C に関してはですね、あくまで今回だけの話ですけど、ユニクロ C に関しては既存のユニクロのまあ延長線上にある進化版みたいなことをやられてたように思います。まあだから本当にコラボラインとしてすごく期待してた人からすると、まあ、もう一歩攻めてほしいなって思う人もいたんじゃないかなと思うし、正直僕自身もそうっちゃそうでした。もう一歩攻めてくれた方がやっぱりそのコラボとしてはいいんじゃないかなとは思ってたんですけど、まあでも全部もちろんクオリティとしてはすごく高いんだけど、むしろ逆で、まあもしかしたらクレアホワイトケラーさんがディレクターになるって発表されたからそのつもりなんかもしんないけど、ユニクロ C がインラインでいいんじゃないかなと思うんですよね。今回のラインナップが本来インラインに来るべきで、コラボってもう一段階かっこいいものなんじゃないかな、もう一段階癖のあるものをやるから意味があるんじゃないかなって感じに僕は思っちゃいました。まあ全然いいんですけどね。ユニクロ C はだからすごくシンプルで着やすくて、既存のユニクロから一歩進んでトレンド化されたっていうイメージです。だから使ってる素材もまあいつもユニクロこのぐらいの素材使うよねっていう感じだし、まあちょっとグレードアップしてましたけど、でシルエットもまあいつものユニクロよりはちょっとトレンドライクになってるよね、でも値段は据え置きって感じ
じなんですよね。まあ、だから着やすかったのでみんな多分反応してすごく売れて人気が出たんだとは思うんですけど、服好きからすると、まあ、やっぱりコラボっていうからにはハイブランドのデザイナーさんとコラボするからにはもう半歩先の提案、もうちょっとこう想像を絶するような提案とかを求めていたのになって思った人ももしかしたらいたんじゃないかなというふうには思います。特にアウターに関しては割とこう守りに入ってるようなラインナップだったなと正直思って、まあでかいこうモッツコートみたいなのだけ、まあ、だいぶ攻めたなとは思ったんですけど、まあ、他はなんか割とこうシックな感じというか既存のユニクロでもありそうだなって感じのものが多かったので、まあ、なんか少し頼りなかったかなとは思います。ただその反面インナーとかパンツはやっぱり使いやすさと、あのいつものユニクロの使いやすさと、でいつものユニクロにはない半歩進んだ一歩進んだ素材の良さとシルエットの良さっていうのがあったので、非常にそのインナー使いパンツ使いとして万能なアイテムがすごく多かったんじゃないかなというふうに思っています。例えばリラックス V ネックセーター3990円、これ僕めちゃくちゃ好きなんですけれども、既存のユニクロのニットだとどうしてもクラシックでシルエットとかも、まあ、今風っていうよりは、まあ、おじさんも着れるぐらいの、まあ、シンプルなシルエットでちょっと物足りないじゃないですか。いくら素材がまあいいとはいえ、まあ、なんか地味だよなって感じだったんですけど、このリラックス V ネックセーターに関してはやっぱ今っぽく肩だいぶ落としてあったりとか着丈も少し短めになっていたりとか、バランスがトレンドに触れてたのですごくこう今のファッション の, あの文脈の中で使いやすかった。ユニクロのラムウールとかエクストラファインメリノとかって、まあ、定番ですね。ユニクロのあの辺って、まあ、ファッションに別に興味がない人が着ても、あ、まあこのぐらいのサイズ感だよねとかって思うじゃないですか。でもこのリラックス V ネックセーターは多分ファッションに興味がないとなんか肩でかすぎねとかってなったりすると思うんですよ。そういう意味で、まあ、トレンドに少し触れてて新しい価値観でちゃんとやってくれてるからいいなとは思うものの、まあ、もう半歩先でも良かったかなと思うんですけどね。デザインはもうちょっと入れてくれた方が良かったかなと個人的には思うんだけど、ただ今のユニクロの延長線上進化版としてはすごくありなんじゃないかなというふうに思います。あとはブロードオーバーサイズシャツ3990円、こちらもすごく良かったですね。既存のユニクロのカジュアルシャツってまあ物足りない、正直僕全然好きじゃないです。既存のユニクロのシャツ、エクストラファインブロードコットンとかのシャツとかっていい生地だと思うしベーシックだと思うんだけど、まあなんか本当にシルエットも全然変わらないし、なんか本当つまんないなって思ってたんですけど、全然トレンドに反映されてない。無印とかでさ今トレンドをしっかり反映して今っぽいシルエットに仕上げてあるのに、なんかユニクロってファッション屋さんなのになんか本当にこう実用品みたいな地味なシャツばっかり作ってるなって印象だったんですけど、このブロードオーバーサイズシャツに関してはオーバーサイズで本当に今っぽい雰囲気になっているの で, で体型も隠せるし、かといってダボダボっていうほど緩くはないので万人に向けてもちゃんと提案できてるっていうところ、すごくいいアイテムだったと思います。こういう風になんか本来であったらユニクロ C ってあのユニクロの既存ラインが僕はこうであるべきだと思ったんですけどね。だからコラボラインとしてはもう半歩欲しかったんですけど、あとまあおすすめはスウェットオーバーサイズプルパーカー3990円、スウェットワイトパンツ3990円、この2アイテムはもうめちゃくちゃ人気あったみたいですね。まあ素材もポンチ素材でね、張りがあってシワにならなくて、まあ光沢感があってでゆったりした、オーバーサイズなんだけど落ち感とドレープ感があるので、綺麗に見える、ルーズに見えすぎないっていうところがすごく良かったと思います。まあ、この辺もね、まあ、本当にこうブランドものっていうか、まあ、あの例えばプラステとかユニクロより一格高いブランドとかだとこういう提案ってやってると思うんだけど、まあ、ユニクロではあんまりやってなかったので映えたって感じがしますね。あとワイドパラシュートパンツ3990円、これすごい良かったですね。膝にこうダーツを入れて立体的な形にしてあるこういうパラシュートパンツって今すごくメンズだとトレンドですけれども、なんかバランスも良かったし素材感も本当のミリタリーっぽくて嘘っぽくなかったですし、この辺すごくいいですね。ベーシックで使いやすいアイテムが多かったっていうのが今回のユニクロ C だと思います。続いてユニクロ U 行きましょう。ユニクロ U 毎度毎度期待を超えてきますね。すごくいいラインナップだったと思います。やっぱりユニクロ C と比べるとユニクロの既存品とはかなり距離を置いた想像を超えた提案をしているのがユニクロ U じゃないかなというふうに思います。そういう意味でブランドっぽいですよね。すごくヴィンテージ風の素材使いで色使いもちょっとシックで、デザインはやっぱり普段のユニクロでは絶対にやらないようなデザインに仕上げてきたりだとか、なんかほんと癖があって、まあ、これがコラボに求めるものだなと僕は正直すごく思います。まあ、ただユニクロ U 作ってるのってルメールさん、クリストフ・ルメールさんですけれども、ルメールさんのデザイン自体が今のルメールのデザインってそんなにマスに受けるものではないと思うので、ルメールっていうブランドもやられてますけどそこまでマス受けするようなブランドではないと思うので、ちょっと通好みな部分は若干あるかなとは思うんですけれども、
ただでも小物だったりとかカットソーだったりとか使いやすいアイテム着やすいアイテムもしっかりラインナップされているので構成としてすごく完成されてたんじゃないかなというふうに思います。アウターとかユニクロで買うのって結構抵抗ありません？僕いまだにちょっと抵抗あるんですけど、アウターはブランド物着てたいなとかってないですか？なんかユニクロのもの着てると実用品としてはいいんだけど、おしゃれ着としてデートでユニクロのアウターを着てくってなんか抵抗ないですか？僕はあるんですけど、多分そういう人多いんじゃないかなと思うんだけど、ユニクロ U は例外なんですよね。ユニクロ U は全然ユニクロに見えない。今回のオーバーサイズステンカラーコート12,900円、これとか最高に良かったですね。素材感とかもヴィンテージっぽいちょっと張りのあるこうくすんだ色味だったりとか、裾に向けてブワッと洋尺を広げて A ラインの形でブワッと広がった本当に雰囲気のあるマントみたいなシルエットでめちゃくちゃかっこいいですね。ちょうどいいモードな雰囲気と、でもヴィンテージテイストの素材感で、あんまり気取りすぎてないシルエット、素材感とかデザインとか印象になっていて、すげえかっこいいですこれ。で実用性も高くて、フードが内蔵できたりだとか、ほんと細かいところまでしっかり作ってる。これもユニクロ U 最高だよね。他にもラムニットジャケット、ニット素材のジャケットってまああんまりメンズだと売れないんですよ。ちょっとフェミニンな印象があるものなので、ニットね、特にラムのウールとかだと、まあ、柔らかい印象になるジャケットだから、なんかあんまりメンズだと好かれない。レディースだとすごく定番だと思うんですけれども、まあ、ウールのニットのジャケットってメンズあんまり着ないんですけど、これはミリタリー風のデザインにしてラムニットのですね、そういう温かみのある印象っていうのをちょうどよく打ち消してくれてる。でなおかつ5,990円、市場になかなかないアイテムなんだけど、着回しやすくて新しくて安いっていう、もう完璧ですねこれも。それ以外にも着やすいアイテムとしてはこちら、ドレープシャツ長袖3,990円、これほんと良かったですね。買いました。これもうオンラインでは完売になってるので探さないとないかもしれませんけれども、これのブラウンカラーとかめっちゃかっこいいですよ。暗めのブラウンカラーで今年のトレンドカラーですね、チョコレートカラーですけれども、僕もこれ買って結構着てます。ほんとテロテロで、しっかりですね、納品されたオンラインで買うとすごいこうプレスされてくるから、シワがついてると思うんですけど、しっかりプレスでアイロンでね、自分でシワ伸ばしをしてから着ると、本当にドレープむちゃくちゃ綺麗で光沢感があって、絶対3,990円には見えないと思います。でもトロトロの素材 なんだけど、襟周りとかは意外としっかりしているので、なんかトロトロの素材感だとレディースっぽく見えたりするけど、ちょっとナイーブな印象があったりするんだけど、これね、襟がしっかり大きめに設計されているので、メンズライクなマニッシュな印象がちゃんとあるのよ。でこの辺がすごくうまいよね。すっごいレディースっぽい印象になっちゃうと、やっぱりなんかこう着こなしとしてしっくりこないんですよ、男性が着ると。でも襟周りだけそのマニッシュな印象をちゃんと抑えておいたりすると、素材はとろみがあるんだけどしっかり男性がいた時に映えるっていうのがバランス取れてる。この辺はほんとうまいよね、最高です。他にもコーデュロイタックワイドパンツ4,990円、これも本格的に太いユニクロが普段やらないようなシルエットで、しかもコーデュロイも太布でワークっぽくてむっちゃかっこいいです。ちょっとウエストベルトとかが付け心地が悪くて脱着がめんどくさかったりするんですけど、まあ許容範囲。他にもワイドフィットチノ2,990円だったりとか、あと個人的に気に入ってたのがクロスボディバッグ1,990円、これめっちゃいいですよ。特にデザインが入ってないミニマルなディティールになってるので、なんか本当モードな着こなしに合わせると、なんかマルジェラのバッグっぽいね。なんか昔のマルジェラとかこういうの作ってたから、なんかシンプルでちょっとギミックが効いててめちゃくちゃかっこいいです。おすすめでございます。ちょっと気分変えて GU アンダーカバーのコラボの総評に行きましょう。 GU アンダーカバーのコラボ、今回で4回目ですか、 GU アンダーカバー。本当に何度もやってますけど、よほど相性がいいんでしょうかね。ただまあやっぱりその GU なんで、ユニクロと比べると素材感って若干チープになっちゃいますよね。まあ値段も安いのでしょうがないんですけど、ただアンダーカバーのデザインって、まあ本家アンダーカバーもそうなんですけど、あえてちょっとチープな印象を出してる感あるじゃないですか。いやこれアンダーカバーファンだったらみんな分かってくれると思うんだけど、アンダーカバーって変にむちゃくちゃラグジュアリーに寄せたりしないじゃない。あれは少年性みたいなところで、ちょっとこう安っぽいというか、ちょっとこうくすんでる古着っぽいというか、少しチープに見えるような素材感だから、あのデザインがかっこよく見えたりするわけじゃない、アンダーカバーって。でそれが GU の、まあ
本当にチープっちゃチープの時もあるんだけど、あの GU の素材感とアンダーカバーがくっついた時に意外と違和感がないっていうのが、まあ、これがまあコラボ4回もやってる理由かなというふうに思うんですけど、マッチングとして正しいと思うんだよね。だってアンダーカバーデザインですげえ極上のウールを使いましたとかってなんかちょっと違うじゃないですか。まあ極上のウール使ってもいいんだけど、使うんだったらちょっと痛めつけたりしなきゃいけないよね。だからあのチープ感みたいなものが意外と GU と相性がいいのかなと思うんですけれども、このチープ感があるところをちゃんと理解して着れるかどうかっていうところにかかってくるのかなと正直思いますね。だから本家アンダーカバーの服とかもそうなんだけど、なんかやっぱ分かってる人が着るとかっこいいんだけど、なんかこうなんとなく合わせるとちょっとこうおっさんとかが特に着るとなんか子供っぽく見えたりするじゃないですか。まあ、その辺がね GU コラボでやっぱり同じようにちゃんとできてるんじゃないかなとも思う。なんかマッチングとして正しいと思いますね。ただもちろん値段も安いんだけど、まあ、チープさって今言っちゃったけど、でも加工とか切り替えとか、いやもちろん安く見えないような工夫っていうのはすごくしっかりされてるので、 GU のいつもの素材感といえば素材感なんだけど、決してその安い作りに見せないように細かく作り込んでるパーツ類とかもほとんど全部ボタンはオリジナルにしてあったりとか、ジップもちゃんと刻印がしてあってオリジナルのジップになってたりだとか、細かいところまで全部作り込んでるあたりがやっぱり本気を感じさせますよね。特に僕良かったなと思うのがヒートポテトコンバーチブルコートアンダーカバー9990円、こちらはね着丈が調整できるコートでしたけども、本格的なミリタリーの素材感で本当にこれ高級感あって良かったと思います。ミリタリーの素材ってもともとちょっとねチープな印象があったりもするんですけれども、これに関してはディティールとかパーツ使いがしっかりされてたから、そこまで安っぽい印象がなくて良かったですね。あとはグラフィックティー1990円、この辺もねまあやっぱりアンダーカバー得意としてるのがグラフィックなので、この辺は本領発揮ってとこじゃないですかね。ヘビーウェイトスウェットプルパーカーアンダーカバー2990円、これもねグラフィックの力が強かったですね。普段 GU ってスウェット、まあ、強化品番だと思うんですけど、そこにあんまりプリントって入れないんですけど、このアンダーカバーコラボではワッペンだったりとかプリントだったりとかしっかりやってくれてたので、普段の GU にはない あのストリートっぽいような雰囲気で仕上げてくれてたのがすごく印象的でした。あと個人的に好きなのがケーブルカーディガン4990円、これめっちゃ好きですね。ケーブルカーディガンの素材自体はやっぱりアクリルっぽいような合成っぽい安っぽさがちょっとあるんだけど、それに毛羽立たせてあって、なんか古着の本当にこうアクリルのニットみたいに見えて超かっこいいんですよ。アーティストさんが着てるみたいな古着のヴィンテージのなんかニットみたいな雰囲気で、生地自体が高いわけでは全然ないんだけど、細かいところまでちゃんと作り込んでて、ジップのポケットだったりとか二重になってる前合わせだったりとか、細かいところまでほんとこだわって作り込んでるディティールがチープなんだけど安っぽさを感じさせない、この辺のバランスが完璧でしたね。あとはデニムコンバーチブルワイドカーゴパンツ3990円、これ全然アンダーカバーっぽくないけど GU の得意アイテムですよね。に、まあ、アンダーカバーのちょっとこうデタッチャブルのギミックをつけたっていう感じなのかなと思います。これはなんか既存の GU ファンが好きそうですよね。あとはトラックパンツアンダーカバー3990円、これ意外と良かったですね。トラックパンツって今どのブランドも出してるけど、まあもともとねそんなこう高い金出して買うようなアイテムじゃないじゃないですか。トラックパンツってなんかどちらかというと古着で、まあ、アディダスで使えるものを掘っていくみたいな、安く買うみたいなアイテムじゃない？別に素材もこのぐらい GU が使ってるようなチープなアイテムでもそれっぽく見せることできるんだっていうのがちょっと証明された感じがありますよね。あのサイドラインがジョニオさんのねあのタトゥーの柄を入れて、アンダーカバーファンも納得の柄ですけれども、モードな印象があってすごく良かったと思う。シルエットもいいし、素材感も3990円のトラックパンツだけど別にペラペラってほどペラペラでもないし、すごく良かったと思いますね。トラックパンツでね10万とか20万とかするブランドたくさんありますけど、まあなんかそれもいいんだけど、こだわりがあるのはわかるんだけど、まあ別にねトラックパンツってそんな金かけなくてもいいような気がするんですよね。古着でもいいのあるし、こうやって GU でも作れるんだから、なんかそういう意味でもおすすめしやすいなと思いました。ユニクロ JW アンダーソンコラボ、まあロエベのデザイナーですね、もう世界トップクラスの人気を誇るジョナサン・アンダーソンのデザインがこの価格でユニクロ価格で買えるということなんですけど、まあ相変わらずすごくいいラインナップだと思います。既存のユニクロのラインナップには絶対絶対に出てこないような変化に富んだアイテムが多いので、まあ、これぞコラボだなというふうに思うんですけれども、売れてないんでしょうね多分ね。あの癖が強いんですよ JW アンダーソンコラボって。だから服好きからするとすごく反応できるアイテムが多いと思うんですけど、なんていうか通好みなんですよ。だから多分あんまりそのマス向けのユニクロっていうブランドにおいては売れてない。だから型数が年々減ってるんです。今年も型数めっちゃ少なかった。寂しいです。でもむちゃくちゃいいです。特にこのチェスターコート14,900円、
ドネガルツイードを模した素材で、これマジでむちゃくちゃ高級感あって、イギリスの本格的なツイードを使ったヴィンテージのコートみたいな、ヴィンテージ屋さんで、え、このコートむっちゃかっこいいじゃんみたいな掘り出し物見つけた時のあの感じ、あれが 14,900円ですよ。すげえいいです。もっと作ってほしいなあ。と多分今回一番人気だと思うけど、このスフレヤングラデーションクルーネックセーター3990円、このグラデーションのニットが3990円で買えるんですよ。普通にブランドが出しててもおかしくないでしょ。素人目に見たって、このグラデーションでニットを作るってすごく難しいのがよくわかるじゃないですか。これ3000円台ってすごいよね。ワイドフィットジーンズとかタックワイドパンツとか、今回ユニクロの既存ラインでは絶対にやらないような太いパンツやってるので、ワイドパンツフリークも今回は見逃せないと思います。あとはソックスですね。前の前の言うんだけど、この JW アンダーソンコラボのタイミングでソックスを補充するっていう服好きは結構多いと思う。僕だけじゃないと思う。ブランドのソックスって買おうとすると3000円とかしちゃうけど、でもユニクロって300円とかで買えるけど、ユニクロのソックスってアーガイルだったり無地だったり古文柄だったりとか、まあ、つまんないのばっかりじゃないですか。だからデザイナーズっぽい凝ったものとか凝った素材使いのものって欲しいんだけど、わざわざソックスに3000とか出したくないじゃん。でこの JW アンダーソンコラボの時だけユニクロがあの凝った素材で凝った柄使いで出してくれるんですよ。だからここでゲットしてるっていう人多いと思うんだよね。本当にデザイナーズのソックスと比べてもあの見劣りは決してしないのでおすすめでございます。最後、ユニクロホワイトマウンテニアリングコラボですね。なぜか急に発表されたコラボレーションで、なぜかたった一方しか展開していないコラボレーションでございます。プレスリリース打たれてから急に発売になりましたけれども、これなんか大人の事情があったんちゃうかと思うぐらいのなんか急っぷりですけれども、なんでホワイトマウンテニアリング引っ張り出してきて一方しかやんないのって話で、なおかつ今回のリサイクルハイブリッドダウンジャケットってすげえかっこいいんだけど、正直ユニクロの既存品で出ててもそんなに変じゃないぐらいの既存品っぽい感じだったので、なんかもうほんとホワイトマウンテニアリングのなんか無駄遣いだなんてちょっと正直思っちゃうよな。まあただキルティングをあのランダムキルトにしたりだとか、シルエットすごく綺麗にまとめてたりだとか、細かいところを見ると確かにクオリティはむちゃくちゃ高いんだけど、ただホワイトマウンテニアリングってね、僕ファーストシーズンからずっと追っかけてますけど、サラリーマンの時バイヤーやってた時にファーストシーズンからあのお付き合いさせてもらってるけど、めっちゃかっこいいんですよ。スニーカーも毎度毎度すごく注目度高いし、デニムとかサルエルとかもかっこいいし、意外とシャツかっこよかったりするじゃない。だからフルラインナップやってほしいんですよね、ユニクロコラボでも。なんでこれだけなんて感じ。しかもハイブリッドタウンっていうくくりで、まあなんかユニクロの既存品でも全然おかしくないじゃんこれっていう、なんかもっと自由にやらせてくれよって感じがしますね。なのでまあどういう思惑なのかちょっと分かんないですけど、ぜひホワイトコラボもうちょっとフルラインナップでちゃんとやっていただきたいなと思いますね。これだとちょっとあまりにもかわいそうですよ。もう既存ラインで出しててもこんなおかしくないもんね、という感じでございます。はい、というわけで今回はコラボ総括ということで、今年、あったコラボレーションですね、軒並み語ってまいりました。いかがだったでしょうか。まだ買えるアイテムたくさんあると思いますし、今紹介したアイテム全て概要欄の方に URL 載せてありますので、よかったら参考にしてみてください。私メンバーシップやっております。 YouTube メンバーシップではさらにディープなお話たくさんしておりますので、よかったら概要欄の方からメンバーになるボタンで参加してみてください。またこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もお忘れなく。さらに LINE やっております。 LINE アカウント、 LINE 公式アカウントに登録するとお得な情報だったりとか、僕の、MB ショールームっていうファミリーセールの情報だったりとか、むちゃくちゃ安いあのハイブランドとかすごい安い金額で出してたりします。それ以外にも限定動画のご案内だったりとか、 MB アイテムの発売のお知らせだったりとか、さまざまな情報を飛ばすようにしていますので、よかったら概要欄の方から LINE 登録もお忘れなく。無料です。それではまたお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。